カウントダウンとかしてもらうことってできますかね。からし仕事で私はいつも一人です。カウントダウンしてくれる人いませんので、自分でカウントダウンしたいと思います。40 39 38 37、あらーん、目の整形しました。当たり前でしょ、サングラスつけてるんだから、などというキレキレのツッコミ、ほんまに助かります。形は末広二重でお願いしていて、ダウンタイムがまだ完全に終わっているわけではないと思うから、もうちょっと幅が狭くなると思います。二重整形したのがちょうど1週間と、ってことはちょうどじゃない、1週間と2日3日前ぐらいにやったんですよね。で、完成が大体1ヶ月ぐらいかかると言われているので、まだ完成ではないんですけど、まあ、すでに気に入ってます。すいません、びっくりするかもしれないけど、もう言うことないですね。うん。もう言うことないかなーっていう感じで、動画終わりそうですね。私も言いたいこと言い終わったから、動画終わろうかなと思ったんだけど、仮にこのまま動画を続けるとして、こんな感じでいいのかな、テンションは。どう思う？みんな。整形しましたーっていう感じでいくか、整形しましたっていう感じでいくか、この度、整形しましたっていう感じでいくか、ずっと迷ってて、正直シリアスな内容かなと思ったわけよ。まあ、顔が変わるわけじゃないですか。大幅に変わってるわけではないけど、みんなが今まで見てた表面の顔とはちょっと変わるから、シリアスな内容として扱い、シリアスな雰囲気で行った方がいいのか、でも私は可愛い二重慣れた、二層の二重慣れているから、ハッピーなんですね、私っていうのは。だから、ハッピーな雰囲気で行くのか、迷ったの、ずっと。これどうしたらいいと思って、でも、どっちでもないっていうね、今思えば。シリアスな雰囲気でもないし、別にハッピーな雰囲気でも、ないですね、今のところ。さっきも言ったけど、その大幅にお顔が変わっているというわけではない、みんなをたまげ転げさせることはないかなと思うが、一応みんなが今までずっと見ていた顔とは変わるから、ちょっとしっかりどういう人かを話そうかなと思い始めました。なんだけど、私がこれからどんな話をしようとも、目を閉じて思い出す、みたいな雰囲気になることは、やめてください。ひまみほんと、お疲れ様。お疲れ様でしたっていう感じでね、いてほしいなと思います。まず動機、二重整形した動機っていうのが、もうこれいろいろ悩んだんですよ、本当に。2、3年やりたいと思っていたのにやらなかったっていうところに私のその葛藤が見えるかなと思うんですけど、何に悩んでいたかっていうとですね、まだこの一重の自分を愛す余地があるんじゃないかとか、今よりもっとメイクを勉強すればこの一重活かせるかもしれないですとか、まあ、この顔で生まれたからこのまま顔のまま生きていくっていうのもまあいいよなとか思ったりとかね、まあいろいろ考えたんですけど、まあ結局 TGCTもそうだったし、みんなと会えるイベントの時もそうだし、あのね、自分が大事だと思う日に二重にしないってことがなかったんですね。私のメイク動画を見てくれた人は分かるかなと思うんですけど、いつもアイプチで二重にしていました。で、じゃあ今後の人生において好きな人に会いに行く時とか、まあ、そういう自分の晴れ舞台大事だと思ってる日に二重にしない日ってあるのかなって考えたら、自分的になかったのよね。だから、あ、それが答えなのかなって思って、自分が大切な日に二重にしない日がないっていう答えが、もう断固としてその答えがあったから、あ、じゃあもうなんだろう、一重の私よりきっと私は二重の自分が好きなんだなとかいう風に思って、なんかさ、大丈夫これドキュメンタリーみたいになってない？ちょっとみんなその真剣に、もうなんかその、みたいな感じで聞いてもらわなくて大丈夫です。紅茶とか飲みながらね、紅茶とか飲みながらとか、まあ、好きにしてください。もう何でもいいですけど、適当に聞いてください。てなわけ、何年間もアイプチしていて、でもそれもストレスだったんですよ。化粧するのが本当に嫌で、その日の自分のメンタルはアイプチの出来具合に左右されていたの。で、どんだけ綺麗にメイクができていても、アイプチがうまくできなかったら全部台無しになったりとか、まあ、いろいろあったんですね。もう本当にストレスで、お化粧がこんなに楽しくないってなんかもったいないなとかも思ったし、はい、なのでね、しようと思ってやりました。もしかするとどういう種類の埋没をしているか気になる人がいるかもしれないから、ちょっと一応言うんですけど、なんか四角に糸を留めるやつの3点止めの細い糸のやつをやりました。もしかしてなんだけど第2弾、クリニックを教えてもらうこと可能っていう人がいるかもしれないですよ。どこで施術したんですかと、これ言うか言わないか迷ったんだけど、言わない方がいいかなってちょっと思っていて、なんでかっていうとね、そう、みんなに意地悪したいとかじゃないです。お前、自分たちで探してくれるとかいうことじゃなくって。な、言うたらね、案件っていっぱい来るんですよ。二重整形の案件、どうですかって二重。それってさ、こちらからしたらありがたいでしょ？まあ、そのクリニック、いいクリニックだったらそれを紹介して、施術していただくっていうお仕事ですから、それでやろうかなって思ったんだけど、初
整形だからなんか責任が取れないなと思って、そのクリニックのなんかこうそうなんていうの信憑性じゃないけど、そのクリニックは激ヤバクリニックだった際に、私がみんなそれをあひよこちゃんがひよこちゃんがやってるんだったらそこに行ってやろうかなーつって、そこのクリニックは激ヤバクリニックだった場合、私は責任が取れないし、整形に関してもほぼ無知に近いから、初めてやったから、だからまだちょっとクリニックを紹介するには私はペーペーすぎるなと思ったので、今回はちょっと紹介しない方がいいかなと思っております。どうって言われてもって感じかもしれないけど、ちょっと責任を負えない、うん、責任を負える発言しか私はできないので、今回ひよこはちょっと整形初心者すぎて、まだみんなにおすすめできるようなご身分ではありませんので、ちょっと控えさせていただきたいと思いますって言おうと思ったけど、なんかこれお高く止まってるみたいになってる、もしかして、ね、で何気取ってんのお前みたいなことになってないよねこれ、大丈夫？たまにさ、自分が撮った動画後から見直してイライラするんだ、何言ってんのお前みたいな、調子乗ってんじゃねえぞとか思うんだけどさ、編集してるけど、大幅に3分くらいカットしたりするんですけど、これ大丈夫？カットされない？で、これ正直な気持ちだからカットしないでほしいです。そこの調子乗って言ってるとかじゃなくて、ほんと正直な気持ち、何日も何日も考えたもんだって、どうしようかなって、クリニック言うか言わないかとかいろいろ考えたけど、ちょっと今回は言わない方がいいかなと思いますので、はい、今回はっていうか、まあ、今後もすることあるのって感じだけど、整形。でもね、私、自分の顔好きか嫌いかで言ったら、わからないな。ちょっと、正直言うと別に好きではないんですよね。うん。みんなにあんまり自分の顔のなんかそのコンプレックスとかについて話したことがないんだけれども、私は別に顔、可愛いとかで活動してるわけではないですから、そこは別になんて言うんだろう。需要と供給っていう、言葉があるじゃないですか。だから別に、私は可愛いっていうのを求められてるわけではないなと思っていて、別にその、なんていうの？世間のニーズに応えて生きていこうと思っているわけではなくって、でも、私はコメディで生きていこうと思って言いますから、別にその可愛いで勝負してるわけではない。から、なんていうんだろうね。そう、やめていいこの話、もう何が言いたいか分かんなくなってきたし、これ以上話したらなんかちょっと自分の足を引っ張るような気がしてきましたね。なんかちょっと若干言いたいこと分かりません？なんか、なんて言うんだろう、何話したっけ、思い出した、コンプレックスですよね。こうコンプレックスは結構いろいろありまして、だからそのね、自分の顔をプラスに変えたいとか言うわけじゃなくて、私はもうねゼロにしたいんですよ。なんかもう圧倒的に気になるっていう部分が割とあって、てかこれ、まあ、シリアスになっちゃうじゃん、もうでも いっか、もう5歳だから話すわ、私のもう長年の悩みだから、私ブサイクだと気づいた日っていうのがあるんですよ、実は。はい、生まれた時から今至るまでね、二十何年間ずっとブサイクと思ってたわけではありません。なんとある日突然に、まったやしブスじゃねえって思う日が来たんです。これみんな悲しい話と思って聞かないでね、もう、うん、悲しい話じゃないです、これ実はっていうか、実はね、悲しい話じゃないから、笑って聞いてほしいぐらいあります。で、実はブサイクと気づいた日があって、これはいつかと言いますと、私はね、小学校の時とか、これ母親に聞いた話なんだけど、鏡の前で可愛いってずっと言ってたらしいんですね、自分の顔見て、可愛い可愛いって、お母さんにね、見て可愛いやろって言ってたらしくって、これ怖い話とかではないです、本当にあった怖い話とかではないですからね。で、こういう風にやっていたんだからね、結構可愛いと思ってたんで、自分の顔可愛い可愛いと思って生きていた。で、中学ぐらいまでもまあ可愛いんじゃねみたいな、私いけんじゃねみたいな感じで思っていたんですよ。ですが、 SNS がどんどん普及していきます、どんどん可愛い子が現れていきます。で、たどりっていうものがね、どんどんたどりイベントが増えるわけだから、自分自撮りじゃなく、他人から見ている自分みたいなのを見た時に、ちょっと待ってくださいっていう、知りませんこんな人ってなって、まあ、ブスじゃねって高1ぐらいで気づきましてとか、みんながどう思ってるか知りません。なんとね、可愛いと言ってくれるピカドゥルもいます、本当にありがとう、嬉しいよ。だけどね、私はその自分のことはもう可愛いと思っていないから、そのなんて言うんだろう、可愛いと言ってくれる人を否定するつもりは一切ありません。もう本当それはそのまま、そっくりそのままじゃない。それはもう 100% そのまま受け取るんだけれども、それは自分が自分へ思うことだから、他人に否定される筋合いもないんですけど、私は自分のことをブサイクだと思って生きてきたし、今も別に可愛いと思っていないんですね。だから、そのブサイクと思った日があったのよ。ブサイクだって気づいた日が。そっから、もうね、これもみんなに話したことないけれども、私は結構、
もうね、街中に出ます。まあ、福岡で言ったら天神、東京で言えば原宿とかもそういう繁華街、人がいっぱいいるところに行った時に結構顔を伏せて歩いてるんですよ。私もう見られたくないぐらいだって、自分の顔はあんま人に見られたくないのよ。なんかその、なんて言うんだろう、こうチラチラこう、もう見られて、あ、今ブスって思われたんだろうなとか、そういうことを日常的に考えながら生きていたのよね、実は。で、その学校とかでもさ、そういういじりとかあったから、それがもうね染み込んじゃってて、体に自分のことを可愛いと思えることがなかったの今まで。だからもう未だに繁華街に行っても、その顔を上げるのがちょっと苦手だし、なんかこう人になんかされた時も、あ、まあ可愛くないしなと思ったりとか、結構そのなんて言うんだろう、そのまあずるいって言ったらずるいかもしれない、自分の顔のせいにしてるっていう言われたらそうかもしれないけれども、自分の顔に自信がなさすぎて結構悲観的になることがある。未だにある。結構な頻度である。でもこれって他人からどうこう言われてどうにかなる問題ではないというか、もう自分でどうにかしていくしかないことであって、ことであるなという感じ。だから今後も整形をするかもしれないんだけど、なんかそのめっちゃプラスにしたいっていうわけではなくて、今の顔をすっごいガラッと変えたいなって今、現時点では思ってるってわけではなくて、自分がとっても気になるところ、もうここが嫌なの、どうしても嫌なのと思うとことかが何個かあるから、そこを、まあもしかしたら整形するかもしれないなっていう感じで。うん。なんか聞かれたら答えるけど、まあもうこんな風に、まあ二重したじゃん、こうやって。こんな風に、整形しましたって大々的に動画を出すことはもうないかもしれないですね。私はこのインフルエンサーっていう活動に通してみんなにこう自由でいてほしい。幸せでいてほしい。もう楽しく。もう自分のありのままとか、自分がやりたいようにやってほしいっていうのを歌っている人間なんですね。でもそれを自分ができていないのはどうなんだろうとかいうふうに考えることもあって。だから私は私らしくやりたいことを全部やるっていう。それをね、貫き通していきたいと思います。今までのひよめも結構それを貫き通していたかなと思うので。だから今後も自分がやりたいと思うことは人道外れではない限りやっていきたいなと思っております。恐ろしいね。序盤の1分2分の話、動画終わろうとしてましたから、めちゃくちゃ喋ることあったわ。でね、これ運転免許とまた同じことが起きていて、埋没の整形についてこうビビり上がらせてくる人がいなかったの。うん。免許もそう。免許取るのマジでやばいから。大変だからね、お前気をつけとけよとか言ってくる人が一人もいなかったんですよ、私は周りに。だからもう余裕と思って、超余裕と思って行ったらめちゃくちゃ大変だったわけ。で、YouTube で文句を垂れ流してたんだけど、これ、埋没整形も同じことが言えていて、埋没整形について脅かしてくる人がいなかったんですよ。メディアでもそうだし、その身近にもいなかったの。まあ、埋没、まあ、マスチクッツぐらいかなーっていうふうにね、言ってくれてたかも、言っていたのよ、どの方も、今ドイツもこいつもって言いそうになったけど、ちょっと。で、この感じからわかると思うけど、めちゃくちゃ痛かった、私は。埋没整形をしようと思っている、こう、ビビらせようとか思っているわけじゃなくって、マジで痛くて、本当にイライラしましたね。まあ、整形なんだから痛いのは当たり前じゃんって言われて、それまでだけど、そんなに痛くないって、その先生にも説明されたわけだし、痛みに弱いのかと思って、本当に。じゃあ、麻酔いきますよーとか言って、麻酔ブチ、こう、ブニュブニュって言って、痛すぎて、うなったわけ。とか言って、痛すぎじゃない？聞いてた話違うんだけど、と思って。マジでビビった。で、結構整形の、プロっていうか、まあ、整形を結構やっている友達にそれ話したら、ビビったやろって笑われて、痛いやろって言われて、その友達に痛いって言っていただいたから、本当に良かった。なんか私は救われた。めちゃくちゃ痛みに弱いのかなと思って、バットに入ったの。てか、整形が終わった時に、もうその痛みに耐えたっていう達成感もあるんだけれども、なんかね、私は埋没整形でここまで騒ぎ立てているわけ。もう、別にこれ整形を大手術だからすごいとか、その大手術じゃないかな別にすごくないとか言ってるわけじゃなくて、私の話ね、私が埋没でこんな騒ぎ立てているだけど、いろいろさ、自分綺麗になるためにいろいろ整形してる人のことを思い浮かべて涙が出てきたの。まさかの自分ではなくて他の頑張っている人を思い浮かべて涙が出たの。何度もこの恐怖に打ち勝ち、私めっちゃ怖かったんだよ。もう、なんか、どの、ビニーの顔の、これつけられて、もう、間髪なしに行かれるから、じゃあ始めますよみたいな感じで、始めないでもらえるって感じだったんだけど、行きますからみたいな感じで、いきなり始まるからさ、冗談じゃねえよとか思ったんだけど、って、その、怖いじゃん、やっぱりもうやばい、始まる、ブルグガクブルって感じで、もう、臆病なガーリッチくんなんか、こちらもう体も紫色になっているんではないかということで、めちゃくちゃ怖かったのね。だけどさ、この恐怖に何回も打ち勝ち、痛みに打ち勝ち、ダウンタイムを乗り越えとかさ、ダウンタイムってめちゃくちゃやむ。
私のちょっとダウンタイムの写真とか見せよっかな。ここら辺ちょっと貼ってもらえる？なんか1日目2日目とかの結構一番晴れてる時の写真でさ、これでさ私結構やんだから、これ大丈夫なのって、本当に晴れ引くっていうか、左右差がやばかったんですよ、ダウンタイム中。こっちが平行でこっちが末広みたいになってて、これ大丈夫なのって結構やんだのね。だこれで私やんだから、他の整形のなんかこう結構大きめの整形とかしてる人とかダウンタイム辛いのもいっぱいあるじゃない、もうすごいなーと思って。本当にだからさ、たまに整形のこと悪く言ってるじゃん。まあ賛成か反対かぐらいだったらいいと思うんですよね。なんかその整形俺は嫌だとか私は嫌だなとか言う人はいても別に全然いいと思うんですよ、それは当たり前だし、そういう人が言うのも。でもヘイトをしてくる人いるじゃん、整形とかマジどのかわらみたいな、しばき回すぞっていう話ですね。うん、であんたに何の迷惑かけてんのって話だし、はい、しばき回すぞっていう話ありますよね。うん、もう一個ね、めちゃくちゃ面白かったのが、その病院着きました、私整形始めてでしょ、でも自分の顔は気に食わない、だけどどこがダメなのかわからないっていう現象に陥っていて、それがストレスだったの私今まで。気に食わないよ、何かがおかしいって自分の思ってて、何かがおかしい、その横顔とかも何かがおかしい、何かおかしい、でも何がおかしいかわからないっていうのが一番ストレスで、だけどだからってさ友達に聞くのも変な話じゃない、私ってどこがおかしいとか聞いて、でしかもさそれを自分で聞いておきながら友達に言われたらちょっとショックだわっていうこともあり、なんかそのちょっといやいやいや友達に聞くの変だなと思ってて、クリニックの先生に聞いてみたいが、そのカウンセリングそのどこが変ですかだけ聞きに行くのも変な話と思ってさ、今回はもうなんていうの、じゃその整形しに行ってるわけですから、ちょっと待ってくださいね、先生からも気になることないですかとか聞かれたからちょっと聞いてみようと思って、そのなんかを聞いたら、そう先生の口が止まらなくて、まずそもそもの話マスクして行ってたんだけど、その顔のバランス見たいからマスク下ろしてくださいって言うの、マスク下ろした瞬間おお結構クマがあるなとか言われて、わかります結構クマがありますよねとか言ったんだけど、そう結構クマがあるな、これ撮った方がいい、撮った方がいいよねとか言って、いやいや確かに撮った方がいいかもねとか思いながらさ、で本当に申し訳ないんですけど、あの藤岡さんの顔は非常にねのぺーっとしてて、あのもうのっぺりしています、だからね、脂肪を取ります。ここ、あれ、クマ取るでしょ？で、ここにね、ちょっとヒアルロン酸か脂肪か入れて、ここ、オートつけてね、ここ、オートつけた方がいいですよ。もう、のっぺーっとしてるから、もうね、やった方がいいですね。はい。とか言って、めっちゃ笑いました。で、あと、だからそう、口が前に出ている。顎がなさすぎるみたいな話をしたときに、顎がないっていうよりですね、顎が後退しているっていうよりは、上顎が前に出ている。うん。なの前歯が前に出すぎているんですね、藤岡さんの場合は。ですからこう噛み合わせがこのようになっているんですね。ってなると顎がねここにね合わせようとね、こうやってやるんだけど、こうこう人よりも力がいる、前に前に出さないといけない顎をっていうことで、しこたまアドバイスをいただいて、マジ爆笑しそうになったのよ。あ、めっちゃストレートに言ってくる、当たり前です、当たり前なんだけど、あまりにも言ってくれるもんだからマジで笑いそうになっちゃって、真剣に聞かないといけないのにもうってのっぺーとしてる、もうのっぺー、もうこれ 3,4 回言いましたから私、なんの子ものっぺりしてますからとか言われて、もうのっぺりしてるの分かったからとか思いながらね。でついでに言うんですけど、アホヒアルも入れましたね。ゆかはなんか迷ったんだけど、そんなに変わってないから言わなくていいかなと思ったんだけど、まあ一応言っときます、アホヒアルも入れました。まあこれはね、私さっき美容院の先生に言ったって言ったんだけど、顎がなさすぎるのが悩みだったのね。でごぼ口なのがすっごい嫌で、このごぼ口をさバッカルファット、バッカルファットじゃない、なんだっけ、この口をグッて引っ込める手術があるんだけど、それをするにはちょっと私はまだ勇気が足りないなと思って、じゃあそう、それじゃなくて、ちょっと緩和できるってないかなと思って、あ、顎にヒアルロン酸入れてみようと思って、先生に、そのことを説明っていうか、相談したら、入れてみたらいいんじゃないっていう感じだった。で、その適当に入れてみていいんじゃないとか、そんじゃないよ。まあ、話した結果入れてみてもいいかもっていう話だったから入れてみたんですけど、これめちゃくちゃ痛かった。何あれ？もうね、注射 NG。もう正気麻酔全然効かないし、どんどん濃くして、めちゃくちゃ濃くしてもらっても効かないから、もう、拉致開かないってことで始められましたからね、手術。もうこれ無理だ、ラチ開かないよっつって、もう始めますよっつってね、始めますよ、もうドシラフですわこっちは。はいはい、というわけでね、話は結構長くなってしまったんですけれども、今日も整形したという報告でした。またメイク動画をね上げようと思いますよ、整形して初めてのメイク動画を、すぐ上がると思います。はい、上げようと思うので、そちらを見てくれると嬉しいです。いやー、ピカドル今日も動画見てくれてほんまにありがとう、マジね感謝してもしきれないって感じなんですけどもね。
ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アニョン。早く寝ろ、早く寝てよ。